はいどうも、ひろみでございます。今回もですね、またちょっとね、新しいのをね、手に入れたので、皆さんにご紹介したいと思います。この時期にどうしてだっていう話もあるんですけど、手に入っちゃったんで、とりあえずね、皆さんにお見せしようというね、こちらでございますね。はい、ジョンボートでございます。これね、かわいいでしょ。これ別に僕バスボート持ってるんで、別にこれいらないんじゃないかっていうのもあるんですけど、これほん河口湖とか川とかね、ちっちゃめのとこだったらこれの方が便利なんじゃねえかなと思って、いちいちでかい船を出してね、釣るのも大変だから、これをちょろっと下ろして、ちょろっと釣るだけだったらこれでもいいんじゃないかなと思ってですね、これぐらいの方がサイズ的にはいいんじゃねえかなと思って、ちょっとね、ほら、あ、いいじゃないこれね。見てこれ、自分でこうやって俺が引っ張ってこうやっていけるっていうね。ただこれがしたいだけなんだよ。これ可愛くね、このね、一人でこれ下ろそうと思ってもこういい感じにこう運べる。ただそれがしたいっていう。それでこれ何がいいってね、これ免許もいらないんですよ。免許もいらなくて、船として成り立ってないので、サップとかと一緒ですよ。免許もいらなければ船券もいらないで、一応モーターで動くのでゆっくりですけど、なので釣りには持ってこいと。であんまり波立たないところ、大きな湖とか、風の強い日とかは結構バタバタしちゃうんで、風のない日とかね、あんまり穏やかなところだったらこのジョンボート、これちょうどいいんじゃないかなと思って。一人二人でやんだったらね、いいと思うんだよな。これね、アメリカの人はもうみんなこんなんでやってんだよ、可愛く。大統領だってジョンボートに乗ってバス釣りやったりとかしてんだよ、昔から。可愛いでしょ。なんでこれをまた手に入れたので、こいつでただちょっと釣りに行ってみるっていうね。言っときますけど、もう今11月なんで絶対釣れませんよ。絶対ですよ。雰囲気だけね、こんな感じで釣るんだっていう雰囲気、また春先になってね、こういうのやりたいなと思う人がいたら やればいいというね、そのためにもう前もってやるっていう。春になってからじゃ遅いんですよ、もうね。今ぐらいから動いてないといけないので、春先のために今ね、このジョンボートをご紹介しようと。これひっくり返して車の上に積んでくるっていう、それぐらいできますから、そんな重くもないし、なんせね、免許がいらないっていうのが一番いいんですよ。免許がいらなくて船券もいらない、だからどこにでも下ろせる。これね、本当に便利なので、これなのでね、今日はこれをご紹介しますんで、ちょっとこれで湖に出てちょっと釣ってみますけど、言っときますけど絶対釣れないからね。雰囲気だけね。よし、行こう。どうこれ、ね、こうやってね、自分で運んで湖のところまでね、今回のね、これね、ジョンボートって言うんですけど、これ3m30なんですよ。でもこう船って、前にもサップの時も言いましたように、90% なんで 3m までがですね、免許がいらないってなってるんですけど、船券とかもいらないってなってるんですけど、90% なんで 3m30 まで OK というね。
それでこれだったら、まああの1人だとまあ難しいけど37キロぐらいですから、まあ、2人いればね、あの車の上に乗っけられて、で運んでいいところの、あここいるんじゃないなんていうね、ところ見つけたら下ろして釣れるというね、そういう遊び道具、こういうのをこの今の時期ね、もう冬になりかけてる時に、うん、これどうなんだ、いいかもしんねえなっていうのを見つけとくと、今から準備しておくと春先に間に合うっていうね、先々行かないといけないからね。そのために俺はもう先々で動いてるから。別に俺バスボートあるから、別にいらないっちゃいらないんだけどね。バスボートを置いておくと、まあああやって桟橋につけておくと沈む可能性あるっていうね、一回経験してますから。なのでこれでですね、ちょろっと釣りに行くにはいいんじゃないんでしょうか。はい、だから船免許いらない、牽引の免許もいらない、車の上にも積めるぐらいの重量、なかなかちょっといける。だから家にこれ置いといても、まあ車のスペースがあればね置けるし、こう立ててもいいしね、こうやってもいいし、もうお好きなように置いてくれって感じ。よし、じゃあ行ってみよう。行ってきますよ。釣れませんよ。釣れませんよ、まあ、雰囲気だけね、こんな感じっていうのをねやりますから、まあ、釣れたらラッキーかもしれないからね、もしかしたら。よし、頑張ろう。
さ、釣りっていうのは釣れるだけが釣りじゃないんですよ。このね、釣れない時が本当の釣りみたいな釣れない時が本当の釣りみたいな、ね、本当にあのね、釣れない時に釣りを感じる。釣れない一日をいかに楽しむかっていう、そういう楽しみ方ですよ。まあ、この船は本当にね、ライセンスもいらないし、この船自体の先見っていうのもいらないし、車に引っ張っていく場合も牽引免許もいらないし、キャリアにも乗っかるし、まあ、こんなんでね、ちょっとおかっぱりから卒業しようなんていう方はね、いいかもしれない。いいとこ見つけてね。でもね、大抵釣れないんですよ。それが釣りなんですよ。これはね、もう本当あの風、まあ、風に弱いのと、あと乱暴なあの水上バイクの人がいるところはダメ、ね、落ちるよ。落ちるんだよね。今回はですね、こちらのジョンボート、ね、これはですね、免許もいらないので、もしよかったらですね、こんなのでまた春先バスフィッシングやりたいななんていう方がねいたらね、もう先々に動かないといけないから、こういうのは。まあ
今日は釣れませんでしたけど、案の定なかなか釣れないんですよ。この釣れないのも釣りですから皆さんね、そう思って頑張ってですね、バスフィッシングの方をね、またチャレンジしてみてください。私もチャレンジします。ありがとうございました。ではでは。